セレブ向けファッションショーのモデルになるためには選考会を兼ねた合宿に参加しなければならないという。そこでは実力ではなくモデルとしての素質を見るらしい。素質を見極め鍛え上げることで誰もがトップモデルになれるチャンスがある合宿なのだ。つまり年の大人のあなたたちにもチャンスがあるということです。こうして4人が無理やり送り込まれた合宿にはトップモデルを夢見るモデルの卵がたくさん集まっていた。私は小さい頃からトップモデルになるのがずっと夢だったの。私はこれが最後のチャンスよ。落ちたらもう田舎に帰るしかないわ。兄様はモデルになりたいですか？これからモデルになる練習をするんですか？僕は練習なんかより遊びたいです。皆さん、本体用の特別衣装が届きましたよ。悲しみの涙を持った。維新と暗記が用意したそれぞれの衣装は前衛的なものだった。動きづらい服は嫌いです。赤ずきんが不満をあらわにし、兄様と私が一つに。グレーテルが喜びをつぶやき、それより男のモデルの方がいらっしゃらないようですね。ラプンツェルがため息をつき、私たちがモデルを目指すなんてこれは喜劇ね。人魚姫がさらに大きなため息をつく。4人に共通しているのはモデルに全く興味がないという点だが、人形たちはそれらを全て無視した。